こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では着るとなんとなくおしゃれに見える5つのブランドについて解説をしてみたいなと思っています。まあ、皆さんの中ではブランドと聞くとルイ・ヴィトンだとかグッチだとかそういった誰もが知るような高級ブランドみたいなものを想像する方もですね少なくないかなと思っています。ただ世の中にはですね様々な洋服のブランドがあってその中にはですねそこまで価格帯はしないけどもおしゃれな人が見た時になんとなくですね安心感があるようなブランドというものが存在するんですね。一般的にはそんなに知名度がないんですが見る人が見たらわかる程度のブランド、こういったものであれば僕たち30代40代の大人世代でもですね結構使いやすいので今日お伝えする5つのブランドしておくと結構ですね楽しておしゃれに見せることができるのかなというふうに思っています。もちろんですねブランドというものに頼りきりは良くないんですがそういったブランドを持つ世界観だとかおしゃれ感みたいなものをですねうまく活用できるとすごくですね僕ら世代には役立つかなと思うのでぜひ参考にしていただければなと思っています。それではですね早速1つ目のブランドから解説したいなと思うんですがまず1つ目はノースフェイスというブランドになります。まあ、このブランドに関してはですね何度か動画の中でも解説しているので皆さんもですねもちろん聞いたことがあるかなというふうに思っています。まあ、ノースフェイスというのは皆さんもご存知の通りアウトドアブランドなわけですね。まあ、僕はこのブランドとの付き合いは結構長くて一番最初はですね中学生時代ですねこれぐらいの時にですね結構ノースフェイスのバックパックいわゆるリュックなんですけどもこれがですね結構流行したんですね。まあ、僕はその時代に一度ノースフェイスというものを経験したんですがそれからはですねしばらくノースフェイスとは距離があってここ7、8年ぐらいですかね改めてノースフェイスというものを使うようになったんですね。まあ、ノースフェイスというとデザイン的には結構シンプルなんですけども機能的にすごく充実しているので結構ですねアウトドアが好きな方の中では定評のあるブランドだったんですがこのノースフェイスというブランドを街着として活用しようという流れがですねここ数年は結構強くなってきているのかなというふうに思っています。僕が 7,8 年前に買ったのはノースフェイスのアルパインライトパンツというものなんですがこれは登山用のパンツではあるんですけどもシルエットが細身でめちゃくちゃ綺麗なんですよね。なおかつすごくストレッチが効いていて動きやすいということで結構このパンツをですねカジュアル使いしている方も当時は多かったんですね。まあ、アウトドアブランドではあるんですけども機能的でデザイン的にも取り入れやすいというところがノースフェイスの特徴で、まあ、すごく使いやすいブランドなのかなというふうに思っています。で最近はですねノースフェイスというとダウンを想像される方も多いかなと思っています。中でも人気が高いのはバルトロシリーズなんですね。このアイテムに関してはここ最近はですね抽選でしか買えないようなめちゃくちゃ人気の高いアイテムになってるんですね。これこそやっぱりブランドだと思うんですね。まあ、一つのモデルに人気が集中してプレミアム価格がついてしまうようなそういったブランドにですねノースフェイスがちょっとなってきてるのかなというふうに思っています。もちろん全部のアイテムがすごく人気が高くてプレ値になるわけではないんですけども中にはなかなかゲットするのが難しいようなそういったアイテムが出てきているというところではノースフェイスのブランド価値というのは年々高まっているのかなというふうに思っています。まあ、最近だと休日の男性をよく見てみるとですねノースフェイスのアウターですとか T シャツを着ている男性も結構増えたんですね。ですのでブランド価値は高まりつつも割とおしゃれな人だとか一般層までにもですねノースフェイスというものが広がってきているのでぜひ皆さんもですね着こなしの中に取り入れていただければなというふうに思っています。まず手始めにおすすめなのはロンティーですとか T シャツですとか先ほどお伝えしたようなアルパインライトパンツこのあたりが試しやすいかなと思うのでぜひチェックしていただければなと思っています。はい、続いて2つ目のブランドなんですがこのブランドに関してはですね今までの動画の中であまり解説することがなかったんですがダントンというブランドになりますね。このブランドというのはもともとですね作業着だとかユニフォームを作っているようなブランドだったんですが、まあ、ここ数年に関しては結構ですねアウター類に力を入れているようなイメージがあります。このような赤と白で構成されたひし形のブランドロゴなんですがこれがついているようなダウンベストですとかあとはアウター類が結構ですねいろんなショップで取り扱いがあるんですね。まあ、特に最近はセレクトショップでの取り扱いが多くて僕自身もですね結構注目しているブランドなんですね。以前はそこまで多くの方は着ていなかったんですがここ2、3年で結構ですね人口が増えたなというイメージがあります。ものすごく高級なブランドだとかめちゃくちゃ通なブランドというよりは割と手が届きやすいブランドというところですごくですね活用しやすいのかなというふうに思っています。まあ、先ほどもちょっと触れましたがインナーダウンですとかあとはフリースですとか最近ではダウンなんかも作っていますね。まあ、この写真のようなファーが大胆についたダウンなんかは非常に人気のモデルになっていまして似たようなダウンで結構有名なのがウールリッチのダウンなんですね。このアイテムは定番中の定番で結構ファッション好きの方の中にもファンが多いモデルなんですがただ金額が高いんですね。
10万円を超えてくるので、なかなか手が出しにくいかなと思うんですが、ダントンのですねファー付きのダウンに関してはだいたい5万円前後なので、それでも決して安くはないんですが、ウールリッチに比べるとだいぶ手が出しやすいかなと思うので、結構注目しているアイテムの一つになります。まあ、このようにですねアウター類が特に強いダントンなんですけども、まあ、最近は T シャツだとかそういったアイテムなんかも取り扱いがあるので、セレクトショップのオリジナルから少し価格帯を上げてさらにファッションを楽しみたいなという方にはですね、結構ダントンというブランドは使いやすいかなと思うので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて3つ目のブランドなんですが、サタデーズニューヨークシティというブランドになりますね。まあ、このブランドというのは今回ご紹介する5つのブランドの中で僕自身が一番着ているブランドかなというふうに思っています。このブランドというのは先ほどまでご紹介したブランドよりは歴史が浅いんですね。ここ10年ぐらいでできたブランドなんですけども、僕は一番最初にサタデーズと出会ったのはおそらくですね 7,8 年ぐらい前だったと思うんですが、渋谷のビームスの店舗でサタデーズの T シャツを取り扱っていたんですね。まあ、それを見ながらですね、プリント T シャツではあるんだけども、どこかですね大人っぽくて上品な雰囲気があってすごくかっこいいなって感じたのをですね今でもよく覚えています。まあ、実際に僕がこのサタデーズの T シャツを買うようになったのは今から6年ぐらい前なんですけども、まあ、それ以来ですね毎年春夏シーズンになるとだいたい 4,5 枚ぐらいのペースでサタデーズの T シャツを買い足しているんですね。まあ、ここにも実際にあるんですが、まあ、サタデーズの T シャツの良さというのは先ほども触れたように結構デザイン的にはシンプルなんですね。僕が特に好きなのはこういった白ベースでちょっとプリントの入っているような T シャツになるんですね。こういったものが何がいいかというと、僕は1枚で T シャツを着ることはほとんどなくて、こういったものに関してはこの上にネイビーのジャケットを羽織ることが多いんですね。最近では T シャツとジャケットの組み合わせというのはだいぶ定番化しているんですけども、まあ、多くの人はですね無地の T シャツの上にネイビージャケットを着てるわけですね。それはそれで鉄板で使いやすいんですけども、僕はちょっと退屈な感じがするので、こういったワンポイント入ったようなプリント T シャツを着て、その上にですねネイビーのジャケットを着るようにしてるんですね。そうすると単体で見るとちょっと子供っぽく見えるようなプリント T シャツでも良いアクセント代わりになるので、このようなですねプリント T シャツは僕にとってはめちゃくちゃ大切なアイテムかなというふうに思っています。まあ、サタデーズの T シャツというのは物によってねロゴの感じとかも違かったりしてすごくバランスがいいので、皆さんにもですね激推ししたいアイテムかなというふうに思っています。なかなか店舗数が多くないんですけども、最近だと ZOZO だとか楽天でも購入ができるので、ぜひ皆さんにもですねチェックしていただきたいブランドかなと思っています。はい、続いて4つ目のブランドなんですが、これはアークテリクスというブランドになります。こちらは一番最初にご紹介したノースフェイス同様にですねアウトドアブランドなんですけども、このブランドのアイテムというのもベーシックでものすごく使いやすいアイテムなんですが、その中にですねストイックなこだわりみたいなものが凝縮されているので僕は結構好きなブランドなんですね。まあ、最近はですねメンズファッションの中にもスポーツミックスというジャンルがしっかりと確立されているんですが、通常の着こなしの中にナイロンジャケットを使ったりだとか、あとはダウンですとかスニーカーをミックスするというスタイルはもう定番的かなと思うんですね。そういった時にアークテリクスのナイロンジャケットだとかダウンジャケットはものすごく重宝するかなというふうに思っています。僕がこのブランドを結構愛用するようになったのは今から 7,8 年ぐらい前なんですが、きっかけになったのはこれまたビームスなんですね。まあ、ビームスはですね結構このアークテリクスというブランドをいち早く取り入れたセレクトショップなのかなというふうに思っています。最近はですね様々なセレクトショップでも取り扱いがあるんですけども、僕の中ではビームスがすごく早かったなというイメージがあります。で、今年はですね僕はビームスとアークテリクスがコラボレーションしたこちらのですね中綿のアウターを購入したんですね。まあ、通常のアークテリクスでも取り扱いのあるモデルになるんですけども、通常だと胸元にですねアークテリクスの始祖鳥のロゴが入ってるんですけども、これはですね今遠目で見てもほとんど見えないかなと思います。黒地に対して黒の刺繍なんですが、こちらのモデルに関しては右腕にですねしっかりとビームスのカラーのアークテリクスのロゴが入ってるんですね。このモデルを今年限定バージョンで購入をしまして、まだそこまで寒くないので着てはいないんですけども、めちゃくちゃ気に入ってるアイテムになります。いち早くですねビームスはアークテリクスとのコラボレーションなんかもしてたので、こういったアイテムなんかを楽しんでいたりもしますが、最近はですね結構アパレルにも力を入れていまして、結構スタイリッシュなアイテムもたくさんいて、ファッション好きの方の中にもアークテリクスのファンは多数いるので、ぜひ皆さんもですね頭の片隅に置いていただければなと思っています。
はい、続いてラスト5点目のブランドなんですが、これはカナダグースというブランドになります。こちらのロゴ皆さん見たことないでしょうか。最近はですね、街で見かける機会もめちゃくちゃ増えましたね。まあ、カナダグースというのはダウンのブランドなんですが、最近はダウンだけではなくてダウン以外のアウター類も作ってますし、ニットなんかも作ってるんですが、そろそろこのカナダグースというブランドがダウンだけのブランドじゃなくてですね、様々なアイテムを取り扱うようなトータルアパレルブランドになるのかなというふうに思っています。まあ、デザイン自体はすごくベーシックで使いやすいんですけども、腕だとか胸元にですねしっかりとロゴがついていて、それがですね通な人が見ると、あ、カナダグース着てるっていうのに気づいてもらえるような、そういった世界観というものがしっかりと築かれているようなブランドかなと思っています。僕自身も以前ですねカナダグースのダウンを着たことがあるんですね。実は2着持っていまして、ダウンベストと通常のダウンを持っていたわけなんですけども、その当時というのは今から7、8年ぐらい前なので、今ほどですねカナダグースって人気のブランドではなかったんですね。ここ数年でカナダグースの販売代理店がサザビーリーグに移行したことで、かなり認知度と人気というものが高まったのかなというふうに思っています。まあ、本場のカナダで着ても寒くないようなかなり本気のスペックになっているので、都内で着るにはですねちょっと暑すぎるような感じもするんですけども、どこかストイックで男らしい雰囲気のあるですねカナダグースのダウンはすごくバランスのいいアイテムなのかなというふうに思っています。まあ、年々ですね少しずつ価格が高くなってきて、なかなか手が出しにくいブランドではあるんですが、ダウンというものは1回買ったら数年は着るものなので、ちょっと背伸びをしてカナダグースのダウンというものを検討してみるのも良いのかなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では着るとちょっとおしゃれに見える5つのブランドについて解説をさせていただきました。まあ、これらのブランドに共通している点なんですけども、デザイン自体はオーソドックスでベーシックなものが多いんですね。ただその中にちょっとしたブランドロゴが入ることでおしゃれに見えたりだとか、そのブランドの世界観みたいなものが垣間見えたりするので、どれもですねあまりいやらしさのないようなブランドなのかなというふうに思っています。こういったブランドというものをうまく取り入れることで、普段のベーシックな着こなしにちょっとしたアクセントを添えるのもいいかなと思うんですが、まあ、あくまでこういったブランドのロゴというのは全身の中で一つだけに押さえておいた方がいいかなと思っています。例えば今回ご紹介したノースフェイスとアークテリクスというブランドがあるかなと思うんですが、上半身にアークテリクスのダウンを着てボトムスにノースフェイスのパンツを着るというのはなかなかちぐはぐ感が出てしまうので、あまりお勧めしないんですね。ブランドロゴというのは良くも悪くもインパクトが強いので、そこまで多用しないということを意識した方がバランスがいいかなというふうに思っています。まあ、今回ご紹介したブランドはどれも素晴らしいものなんですが、そこで買えば間違いがないというわけではなくて、その中でもベーシックで使いやすいものを選ぶということが大切なので、その点もですね頭の片隅に置いていただければなというふうに思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。